一瞬できるけど2、3週目が続かない人のために、自分がパフォーマンスで勢いをつけるようになった練習方法とその筋トレをやっていこうと思います。パフォーマンスが1週はできるけど2、3週目が続かない人の大半は最初の立ちの勢いだけを使って1週目をやっちゃっているので、立ちの勢いだけを使ってしまうとすぐに落ちてしまいます。なので立ちの勢いを使わずに勢いがゼロの状態からでもパフォーマンスを2週3週回すことができればパフォーマンスは何週でもできるようになります。なのでチェアからパフォーマンスを回す練習をおすすめします。自分が前回トーマスの講座で、言っていた5つのポイントの何個かを意識して人形チェアからトーマスを練習していきます。こんな感じなんですけど、最初慣れるまではすごく難しいと思うので、まずは、形は全く気にしなくて大丈夫です。最初から大きなトーマスでやってしまうと足も腰も自分の重心が扱いやすいこの体の真下から遠くに振ってしまうことになるので、筋力的にもキャパオーバーして下に落ちてしまいます。なので最初は自分の重心が使いやすい体の近くでできるように、足も腰もこんなに大きくなくて形も気にしなくて大丈夫です。まずは自分の扱える範囲でトーマスをやっていきます。これが最初できるようになるまですごい難しいと思うんですけど、これができちゃえば、そのまま人形チェアからチェアに入れ替えて、チェアからトーマスができるようになるので、そうするとウィンドからトーマスに行けたり、クリケットからトーマスのつなぎがすごい楽になります。この人形チェアの状態からチェアに入れて、こんな感じでチェアからトーマスができるようになります。で、これができると3点倒立の状態からトーマスも一瞬チェアの感覚を挟んでやるとできるので、3点倒立から、トーマスができるようになると、今度倒立からも一緒で一瞬3点倒立の感覚を挟んでトーマスをやることができるので、結果的にチェアからトーマスができるようになればアームのつなぎがすごく安定すると思います。この3点倒立の状態からチェアに入れてトーマスをできるようになるので、そうすると最終的にはチェアに入れなくても3点倒立からトーマスができます。なのでチェアからトーマスに行く感覚が分かれば、その感覚の延長でスワイプスからトーマスだったり、エアからトーマスだったり、ウィンドからトーマス、クリケットからトーマスなど、パワームーブ全般的にトーマスへのつなぎが安定するようになります。自分はこの人形チェアからトーマスが5週くらい安定してから、最初1年くらいはこれを毎日練習の最初と最後に10週筋トレやと思って、毎回週5日くらい練習してたらトーマスがだいぶ安定するようになりました。もしチェアからトーマスがどうしても難しい方は、この状態でも大丈夫なので、こっからがゼロの状態からトーマスを最低2周できるようにまずは練習してください。個人的には足を全然地面に擦ってもいいので、靴下の状態で滑りやすくしてから練習するのがおすすめです。
これだと手が少し普段遅くなったり遠くなったり、あとは腰が多少大回りしても自分の力で持ってこれるので、すごい楽になります。では最後にフォーマスの後ろを高くする筋トレをやっていこうと思います。まずフォーマスの後ろの状態が ここなので、この状態を、できるだけ安定してた方がフォーマスの後ろも高くなるし、フォーマス上げからのつなぎも安定するようになるので、最終的にはこの状態で止まれるようになりたいので、この状態が安定するための筋トレをレクチャーしようと思います。まず手を自分の体の下について、自分の肘の上に膝を乗せていきます。これは多分小学校とかでもやったことあると思うんですけど、このカエルの状態から倒立に上げていきます。これは多少筋力があればできると思うんですけど、もしまずこれが難しい人は、ここから最初3点倒立を挟んでから上げて大丈夫です。3点倒立に入れた方が頭が下がるので、その分腰から上の足が上がりやすくなってきます。で、これが慣れてきたら頭をつけずに倒立に持っていくようにします。で、このカエルの状態から倒立に上げれるようになったら、今度はまたカエルの状態に足を地面につかずにそのまま下ろしていきます。これを、慣れてきたら、できるだけ上げるときも下ろすときもゆっくりできるようにすると、最終的にさっきの形で止まれるようになります。で、さっきのあの形が安定すると、筋力的にもだいぶ楽になって、トーマスの後ろがより高くなってくるので、トーマス自体も安定してきます。あと、よくトーマスで前は高いけど後ろが低い人が結構いるので、後ろが高い方がトーマスからウィンドで入るときも全然見栄えが変わってくると思うので、後ろも意識できるとよりクオリティが上がってくると思います。トーマスは感覚が分かるまですごく難しい技だと思うんですけど、自分が前回上げた動画で言った5つのポイントと、立ちの状態から勢いを使わずに練習する練習方法、それからさっき言った、トーマスの後ろを安定させる筋トレをやれば絶対に筋肉がついてくると思うし、遠心力も自分の体で分かってくるので、ぜひ今回やったことを意識して練習してみてください。Face. Try to pull up in the top of the bed.
Just get